リンチェサーです。今回はこちら、チョコエッグ、チョコサプ、こちらを一緒に見ていきたいと思います。今回ザイニのチョコエッグはスポンジボブ、ディズニープリンセス、トムとジェリー、こちらの3種類にしてみました。はい、では早速見ていきましょう。はい、じゃあまずはね、ここからいきます。スポンジボブかわいいね。今日はどんなキャラクターに会えるかな。マスコットと、あとここら辺はあれかな、ラバーマスコット的な感じ。この時期になると結構カルディとか、あとカルディ系な感じのイオンのショップとか、あとソニープラザとかで見つける感じ。はい、トイザラスとかでも出てたりしますよね。あ、引っかかっちゃったかな。スポンジボブーと転がってきた。はい。あ、なんだっけか、パトリックと、あー、ゲイリーだっけ。あ、ちょっと微妙なのが出てきた。まず、スポンジボブから開けてみよう。まあね、わかんないキャラあったら、あ、ゲイリーは違うか。あとでちょっと調べます。全部出てきたらね、チェックしよう。はい。あら、誰？スポンジボブ！かわいい！あ、こういう風なのもあるのか。立てて並べられるような、ちょっと薄めのタイプ。下の部分は結構ね、しっかり平らなので、並べやすいかな。二つ目。あ、割れてた。このチョコはすっごく美味しいんですよね。あ、パトリックっぽい？やったねー。はい。今日同じパターンかな？三つ目。なんかこう、がっつりマスコットになってるやつも欲しいけど。どうだ？あ、これはなんかカタカタする。どうだ？あ、これも、縦札系の。あー。真面目なスポンジボブでした。メガネしてるやつ。なんか最近新しいバージョンはこんな感じなのかな。はい、ではディズニープリンセスも開けていきましょう。セレブレーションモーメントと書かれていて、あのね、この金色のがレアらしいです。この前出たんですよね。今回はどうかな。はい、いろんなキャラクターに出会いたい。ちょっとね、リニューアルされて結構お顔も可愛い感じになってきているものもあります。全部まだね、チェックしたわけじゃないので、楽しみです。はい、こちらはベルかな。あ、同じだ。こちらは、あ、白雪姫。なんか白雪姫のこの顔は不穏な雰囲気。白雪姫も可愛いのが出てきてほしいけど。あ、でも中のキャラクターは、この、周りのパッケージと同じとは限らないんですよね。さあ、1個目は？あ！緑のドレス。誰？誰かわかんなくない？このパターンはちょっとどうしよう。え、シンデレラにいいのかな？うわあ、迷う。誰だろう。ちょっと、いろいろ開けてから比較検討かな。もう髪は金髪だもんね。あ、これはリングー、かわいい。あー、はい、ベルです。いいですね。これはいい感じ。ラスト。あ、軽いなぁ。なんだろう。あ、こちらもリング。ジャスミンかな。ジャスミン。なんかこの前もリング、ジャスミンとベルだった気がする。特別なバージョンはこんな感じになってるんですけれども、ラインナップを見ると、まあ、オーロラと、ベルと、ちょっと絵が遠いけど、と、アリエルと、シンデレラと、え、あともう一人誰？あ、見づらいけど、白雪姫っぽい。
この子は多分シンデレラの、グリーンドレスバージョンってことでしょう。シンデレラだからね、ブルーで出てきてくれたらいいけど。まあ、カラーラインナップとしてはこのグリーンか、ピンク、赤、金という、4種類のね、ドレスっぽいので、今回はこんな感じということかもね。顔は整いつつあるんですが、どのプリンセスかちょっと見極めが難しいような表情になってるかなという印象です。では続いてはトムとジェリー。こちらもなんか新しいのに変わってる感じ。前こういうのなかったですよね。キャラクターのクオリティも上がってるといいなと願っています。ちょっとね、ジェリーの顔やばかったりすることあったよね。さあどうかな?ジェリートムラスはジェリーさあ、可愛いので出てきておくれ。なにこれ、なんか見たことないパターン。髪、なにこれ、なに謎。神経衰弱できるんだ。あ、これ面白い。1,2,3,4,5,6,7,8 16枚の紙に分かれて、で裏返して神経衰弱っていうかね、同じドレダーができるやつ。これ結構いいかも。嬉しい、面白い。タフィーもいるし、とっても可愛いです。まさかのパターンだと面白い。ディズニーの、さっきのディズニープリンセスも同じバージョンあってもいいよね。プリンセスの絵合わせは楽しそう。あ、来たよ。どうかな、顔。どう?前よりは整ってる感じがするけど、前のバージョンでこのお顔出てきたことがないので、比較ができないかな。前も同じ顔だったのかな?なんかもっと、ゆり目のきつねっていうか、なんか、パチモン感が前あったんですけど、それよりは今のはちゃんとジェリーに見える感じ。ラストは何これ、あー、ブルドッグの、あ、これは良くない、お父さんの方。子犬の方が好きなんですけど、なんだっけ名前、スパイクだよ、スパイク。で息子がタイクね。うん、スパイクだわ。結構顔普通っていうか、まあ、まあまあアニメ通りな感じの顔してる。うん、面白い面白い。ちょっとね、キャラクターマスコットもうちょっと見たいので、またこちらゲットしてきます。こちら見てみると、なんか、若干、ジェリーの顔、怪しいやつ、いるよね。なので、もう、いくつか見ないと、表情変わってるかの、チェックはできないかも。このラバーのね、ペンにつけるタイプは可愛い子が出てくるので、おすすめかな。これにもちょっと、また、会いたいなと思っています。はい、では続いてはチョコサップ開けていきましょう。こちら、バンダイから発売されたカプセル型チョコレートで、ドラゴンボールのものになってます。第1弾って感じですね。はい、ドラゴンボールスーパー全16種、中がこんな感じで見えるタイプになっていますが、なかなか出てこないキャラクターもいるので、今回ゲットできたらいいなと思っています。はい、まん丸、まん丸のこの感じは私嫌いじゃないというか、むしろ好きなんですけど。はい、そして中はこういう感じ、2色のチョコレートで作られてますが、半々でこういう風にくっついてます。まあ、難点としてはこのカプセルが開けづらい。こういう感じで押してあげる感じで開けます。誰、セルか。はい、セル。はい、組み立てるとこういう感じ。まあ結構ね、細かいところまで再現されてて、かっこよく仕上がってると思います。
敵ばっかり来ないでほしいけどね。さあ続いては誰でしょう。綺麗に割れるのもね、ちょっと気持ちいい感じ。次がフリーザー。ちょっと言ってた通りになりそうじゃない。はい、フリーザ様は組み立てるとこんな感じ。口元がね、ちょっと怪しいけれども、まあ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 。全体のフォルムはいい感じ。三つ目。いやー、悟空。そしてご飯来てほしい。あら。あ、悟空団やったー。はい、結構深めのポージングの悟空です。がっつりね。さあ、来るか、ご飯。あとね、シークレットが一種類しか出てなくて、もう一種類のやつが見たいんですよね。それ追っかけ中。さあ、どうだ？なんだ？魔人ブー！まあまあまあ、悟空が出てきてくれたからよしとしよう。はい、組み立てるとこんな感じ。うーわ、全部敵にならなくてほんとよかった。シークレットの一つはシェンロンなんですが、もう一種類が出てきてないので、ちょっとね、見れるまで頑張ろうかなと思ってます。ちょこちょこ買いで、はい、狙っていきたいと思っています。はい、では続いては、こちら、フルタの直エッグ開封していきます。まあ、いろいろあるんですけどね。こちらは、ヒロアカ。さあ、今日は誰かな？妖怪もお菓子の町岡とかだと半額とかでゲットできるので欲しい人は今狙い目。はい、誰かな。あ、やった、エンデバー。はい、組み立てがあるとこんな感じ。結構ボリュームがあってほんとかっこいいです。いいよね。じゃあもう一つ先に開けちゃおう。ちょー、はい、飯田天也。はい、かっこいいです。これも結構ごつい感じなのでボリュームあって存在感がね、よりマシマシになってます。はい、じゃあ続いてはピーナッツ見ていきましょう。最近再販されてますね。普通にお菓子売り場に売られるようになってます。はい、ということで、いやもう、どんどん新作出てほしい気持ちはありつつ、ピーナッツ好きな人は要チェック。これのね、シークレットもかなり良かったんだよね。さあ今日は、あ、屋根で寝そべりスヌーピー。はい、意外とこのお屋根シリーズは、レアな方です。タイプライターと、ウッドストックが一緒のやつが、個人的には一番好きなんですが、こちらもなかなかね、いいですね。はい、じゃあもう、お、さあ、誰かな。あ、なんだ、あー、先生みたいなやつ。はい。はい、こちらのスヌーピー結構こだわってて、メガネだけと思いきや、ちゃんとね、覗けば目も眉毛もあるみたいになってて、はい。こう、いいやつ。細かーいですけど、らしさもしっかり出てますね。はい、では次はクレヨンしんちゃん見ていきましょう。今日1個だけなんですけど、はい。もうすぐね、年末近いのでいろいろ整理しながらやってます。ちょっと数はバラバラになりますが、ご容赦ください。
シークレット来い。誰が？あー、パジャマしんちゃんの、まあ、夢見ワールドのやつ？これはこれでレアなんだよね。かわいい。はい、シークレットじゃなかったけど、こちらもね、なかなか、私開けてる中で、本当に、数個しか出てないやつ。2、3個ぐらいしかないやつで出てきてくれて本当嬉しいです。かわいいですよね、パジャマ。はい、では、すみこ暮らし、開封していきます。あ、1個だけあった。2からいこう。今日は誰が来るかなぁ。すみこ暮らしもかわいい。まだまだ、3はね、手に入りますね。こちらから当たるかな。おー、ペンギンの。いいですね。肘掛けみたいにしてるやつじゃない？タピオカを。むにっと潰されたタピオカもかわいいです。ちょっと肘掛けみたいにね、してますよね。うん、潰れてるよーって感じになってます。はい、では3を開封していきましょう。3でゲットしてないのはシークレットのみになりました。ということで、探し中です。なんとか自分で出したい。さあ、誰かな。うん、ペンギンでー。あ、でもアイスのやつ、これ結構レアなんだよね。嬉しい。はい。ペンギンは3段アイス。ペンギン過去本物は2段アイス。持って一緒にアイスタイム。このはみ出るボリュームがほんとかわいいです。はい。かわいいよね。ほんとほんと癒される。これすごく好きなやつ。とんかつの犬バージョンみたいなのも結構レアなんだよね。来るかな？まあその前にシークレット一つ一つね。シークレットがまず欲しい。来て来て。どうかな？こちらはトカゲでした。はい、枕の上にのびーんって乗ってるトカゲが可愛いです。ニセツムリもね、上に乗っていい感じ。ラスト！これがシークレット。そろそろ見たいな。あー、コロッとしてるわ。誰だ？白クマアイス。はい、まあこれも可愛いけどね。まあいくつ被っても隅っこだといいやと思える可愛さがあるからいいんですが。はぁ、悔しい。また頑張りたいと思います。はい、というわけで今回は、フルタのチョコエッグ、ザイニのチョコエッグ、そしてチョコサプを一緒に紹介してみました。いかがだったでしょうか？盛りだくさんでとっても楽しかったのでまたやってみようかなと思います。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。